11月、ここから逆算した形で夏休みを過ごした。数算をここでしないと浪人です。特に医学部なんかで目指す人。学びよエンタメとパサラの先生です。さあ今回は学年別に8月の勉強戦略についてお話します。今回ですね、8月といっても8月だけの話をしたいわけじゃないんですよね。パサラモがよく勉強法や勉強計画の動画で必ず意識しているのはここです。8月のことだけを考えようではなくて、ちゃんと9月、10月、11月、未来から逆算していった時に、8月ってどういう時期、どういうことをやらなきゃいけないんだよね。そしてそれをやることによって、どういうふうに繋がっていくのか。そういったことも話していきたいと思います。で、もちろん今回は学年別と書いていますけれども、特に全学年共通で絶対にこの夏休み期間やってほしいこと。そして、もちろん全学年共通ではないんですけれども、まあ、各学年ごとにこういうふうなことをやってほしいっていうのを具体的にね、説明したいと思いますので、必ずこの動画を最後まで見て、やるべきことを宣言してみてください。コメントはどしどしお待ちしています。一人一人いいねしますよ。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。まず今ね、7月末の時期だと思うんですけれども、ちょっと改めて確認です。この辺りでも話をしますけれども、皆さんはこのパサラボを使うんだったら YouTube だけではないって話は皆さんご存知ですか？今年の3月、今年は特に集大成だよって話をしたんですけれども、 L って書いてあるところ、これが何を示してるかっていうと、LINE の特別講義。つまり YouTube では問題解説とか、まあ、そういったね、ことをしていますけれども、こっちに関しては本当に1時間半とか2時間とって、例えば英語のね、論理読解について一緒に講義をしたりとか、4月末、4月27日にありますけれども、これは数三の定石の特別講義。あとは、この辺に関しては、もっとね、高校1年生や2年生も参加できるような特別講義が増えてきますので、で、概要欄に載せてあるね、2024年が受験ライン、まだ登録してないよって方は、ぜひぜひ登録してください。基本的にこの辺は無料でね、受けられますので、ぜひ地方の公立高校とかで、やっぱりこう塾や学校でなかなかね、教えてもらえない。だけれども、本当に難関大合格目指したいっていう子は、ぜひ使ってほしいなと思います。その上ですよ。まあ、前回話した上で、ここです。今僕たちは8月、つまり夏休み期間にあるわけだけれども、特に受験生に向けて伝えたいのは、夏休み期間が終わった9月、10月、どういう時期かっていうと、明らかに演習期間なんですよ。演習って何かっていうと、例えば過去問の演習ですね。過去問のやる時期って、例えばね、ゴールデンウィークにちょっとやったりとか、夏休みにも、まあ、ちょっと見たりね、する人も多いと思うんですけれども、絶対条件としてここでは過去問を明らかに演習します。だからこそ過去問で演習するときに基礎がグラグラな状態だったらかなりまずいですよね。なので夏休み期間に関してはほとんどで7割8割ぐらいの人が、まあ、基礎的なことをやると思います。ただ7割8割の人が基礎を 100% やるっていうよりは、その中ではまた100時間もしあったとしたら、70時間ぐらいを基礎に当てて、30時間ぐらいはプラスね、応用的なことになったりとか、まあ、すると思いますけれども、まず前提ね、理系だったら数学や理科、文系だったら社会や、まあ、プラス英語っていうところをね、でしっかりと固めてほしいなと思っています。先週間があって、そして11月全学年、高校1年生2年生も含めて模試があると思います。特にですよ、高校3年生であれば9点で受ける人、まあ、ここに大学別模試の2回目があると思います。でここでしっかりと B 判定、最低でも C 判定出す、これが一つ条件になります。医学部の人は、まあ、前頭記述模試でも大丈夫ですよ。でそして高校1年生2年生の人、地方の公立高校の子っていうのは進研模試がね、あると思います。で進研模試に関してはですよ、明らかにここで結果を出さなきゃいけないんですよ。特に高1高2は、高1はこの辺で数学固めてごらん、青チャートやフォーカスをしっかりやってごらん。進研模試で70点80点全然目指せるから、本当に7月の時に、ね、50点でしたみたいな人がここで92点取りましたありますからね、僕の教え子の中で。なのでしっかりここを見る。じゃあ高校2年生だったら何かっていうと、特に理科社会が入ってくるんです、この進研模試初めて。だからこそ理科社会のスタートラッシュっていうためにも、まあ、ここで理科めっちゃある必要ないですけれども、この期間ではやっぱり理科社会をね、進めていって合わせると。だからこそもしかしたら夏休み期間ってのはやっぱり英数まだ固まってないよっていう人はしっかりやるとか、しっかりと11月ここから逆算した形で夏休みを過ごしてほしい。そしてその後っていうのは共通テストです。まあ、パスラボっつら共通テストと言われてますけれども、ここでまたいろんなね、企画を用意しております。去年にはなかったり、またこう新しいものありますけれども、また8月の中旬ぐらいにね、この話もしたいと思います。ということで、ざっと全体概要をね、掴めた上で、改めてここ、今夏休みの時期ですけれども、やっぱり夏休み、これ振り返った時に、何が一番大事かっていうの、自分自身の当たり前の基準を変える経験をしてください。当たり前の基準って何かっていうと、例えば勉強の習慣であったりとか、もちろん勉強時間も含めてですし、何をやる、やらないかも、まあ、基礎的なところをしっかりやるんだったら、ちゃんと深掘ってやったりとかね、あとはルーティンになるところはしっかりやったり、あとは戦略を決めたり、そういったことっていうのは、やっぱり学校のね、時間がない分、ほんとかなり時間が取れる分、明らかにこの夏休みね、変わったなって思えるものをやっぱりやってほしい。そのためにはですよ、例えば、今年ね、夏合宿、サリバンキャンプっていう形で、
でね、実際こうリアルの現場で行ったりとか、あと僕たちとしても LINE のね特別講義だけじゃなくて8月の10日には大型企画のね通算の、出しますよ。そういった中で何かしら自分の中の当たり前を変えるってなに関しては、何か自分で行動すると、自分の環境からちょっと出てみる、そういった経験も大事だと思いますし、あとは自分の環境にしっかりいるんだったら、そこの中でね勉強習慣とか、あとは挑戦するっていうことをやってほしいと。そうなった中で一番今あるんですけど、まず一番目、これはやっぱり勉強習慣なんですね。こちらもね先週挙げた動画で、このままじゃ落ちるよと、志望校に落ちる人の夏休みの過ごし方トップ3という話でも、この習慣化について話しました。特にこれ何かっていうと、現役合格基準、これを分かってない人が多すぎるよねって話。なんとなく東大とか京大受けたいと、なんとなく医学部を受けたい、いろんな子いるよ、いろんな人が同じようなこと言う。ただその中でもちゃんと現役合格基準達成してる人ってぶっちゃけ 20% ぐらいしかいない。 20% の中のさらに 20% が第一志望に合格するようなイメージを。だからこそしっかりパスラーを見てる人っていうのは、なんとなく夏休み頑張ったなじゃなくて、しっかりと現役合格基準を意識した上で、進めてみてほしいなと思います。またここは話しますよ。そして、2番目に関しては何かっていうと、勉強戦略ですね。科目ごとの話をしたいと思います。まずは1番、勉強習慣の話ですけれども、皆さん覚えてますか？一番わかりやすい一つの指標っていうと、勉強時間がありますよ。現役合格者の基準っていうのは、だいたい平日は学年プラス3時間、そして土日は学年プラス7時間という話をしています。なので受験生であれば、原則休日は10時間っていうのは平均ですよ。これを達成したら受かるんじゃなくて、受かるためには達成してないとダメ。これを別に14時間15時間やりましょうって話じゃないんです。ただ10時間っていうところをしっかりとまず目標にする。なんなら夏休みで学校ないんだら原則これっすよ。チートデイとかね作るんだったら多分65時間ぐらいかな、いいんですけれども、それぐらいが基準なんです。なった時になんとなく30時間やってよかったな、25時間やってっていう人は本当に見直した方がいいです。これをこのまま先週言いましたけれども、やっぱり伝えるだけってパスラボらしくないなと思いました。どういうことかっていうと、パスラボこれまで5年やってますけれども、一応何を意識してるかっていうと、日本のどの教育に携わる人よりも受験生に伴走する、受験生と一緒に進めるっていうことを強く強く意識してきました。例えばその一つとして共通テスト、明らかですよ。まあほとんどのね教育者って今センター試験ね受験してて、共通テストに関してはもうなんとなく知ってるぐらいなんですけど、僕自身は共通テスト1回目、2021年の時から毎年全科目会場受験しています。それは会場受験だけじゃなくて、模試であったりとか徹底分析も含めて、今までいろんなね受験生を救ってきました。で今年ももちろん共通テスト受けますよ。ただそれだけじゃなくて、例えばこういう風なことを言うんだったら、1日でもいいからぜひパスラボと一緒に乗り越える経験でしてみてほしいなと思います。医師の力に頼らずに何とかに頼って1日何をって書いてますけれども、実は昨年こういうことをやりました。医師の力に頼らずに仕組みに頼って1日13時間勉強を目指すと。13時間勉強って書いてあるんですけど、もちろんその中に休憩を含めてますから実質10時間程度。ただ休憩の過ごし方とかね次第でも、それ自身がまた勉強になったりねするって話をしてますけれども、実はですね昨年13時間勉強を実際にね行った、僕だけじゃなくてパスラメンバーの性能とか上がったと一緒にですね13時間勉強を行ったものがあります。ただその取扱説明書みたいなのは明日の動画でちょっと詳しく話をします。明日の動画で本当に13時間勉強するための仕組みですね、かなり医学的な話、まあ僕自身ね東大医学部ですけれど卒ですけれども、そういったこととか、あと科学的なね話ってのをしたいと思っています。そこで実際に皆さんと一緒に13時間勉強するっていうのを用意してます。その動画とかねライブみたいな形で、だからこそ次1日でもいいからやってください。なんならですよ、今日あげてで明日このね13時間勉強の話がある、その次の日、次の日1日だけでもいいからやってみて、したら変わるから。今まで多分13時間勉強やろう、10時間勉強やろうって言っても多分続かなかったと思うんですけれども、ちゃんと休憩とかね仮眠とかも含めてやってます。こういうスケジュールをドドンとやってますから、皆さんがモチベーションがどうこうじゃなくて、もう実際スマホをセットして一緒にやるってポチッと押したら、あとはずっとやるだけです。僕たちも一緒に勉強してますからね。なのでこういったことっていうのをぜひとも使ってほしい。それを8月にしたい。すでに自分でできてるよって人は使わなくてもいいんですけれども、この動画を聞いてね改めてこれ聞いたんだけどやれてないなっていう方は、ぜひともパスラボを使い切ってねしようと思います。ということで勉強習慣、明日の動画ね楽しみにしておいてください。ぜひチャンネル登録をねお願いします。はい、ということで2番目、次は勉強戦略の話です。特に科目系なんですけれども、どの学年も何と何が必要、勉強戦略を考えるというのは必ず、先ほども伝えた通り目標と逆算が必要なんです。特に1ヶ月とか3ヶ月単位の目標っていうのであれば、必ずこれは模試です。模試、どの学年もって書いてますけれども、高1高2で言うんなら、ちょうど8月末に何があるかっていうと、河合前とありますよ。で高校3年生でも8月末にあります。特に医学部医学科目指す人はここでねしっかりと偏差値65とか70取るっていうのはベースです。それ以外、特に9定大目指す人は大学別模試ですね。ちなみに特に進学校の子ってどういう状況かっていうと、
よく夏休みが終わった後に校内実力テストっていう、まあ、定期テストとか進級模試のちょっとむずめのねものがあったりしてます。まあ、それに合わせるっていうのもいいですよ。自分の中でこれは絶対取りたいなというものを決めて逆算する形で勉強すると。でそうなった時に、特に長期間っていうのはこの2つに分けてほしいなと思ってます。まあ、逆算って何かっていうと、もっと取捨選択をねすることもそうですけれども、科目でいうと2つに分かれる。伸びしろ科目とコツコツ科目があるんだよって話です。これ何か、伸びしろ科目定義は何かっていうと、演習量が成績に比例しやすい科目です。逆に、はい、コツコツ科目に関しては、量を1日短期的にやりましたっていうのではなくて、ちゃんとコツコツ、1日例えば30分1時間とか、触れていることっていうのが大事になってくる科目です。さあ、皆さんの中で、伸びしろ科目とコツコツ科目聞いたら、どんな科目が思いつきますか？高1、高2、これ共通なんですけれども、伸びしろ科目の一番の例は何か？それは、はい、圧倒的に数学です。数学っていうのはさっきも言いました。ここでしっかり成功体験詰めたいんだったら文系理系関わらず、数学っていうのは本当に演習量成績に比例します。逆に言うと、演習量に関してはちゃんとやらなきゃダメなんですよ。特にベースみたいなもんね。確かにこの意味で言うと、英語の単語とか文法にも近いところはありますよ。少なくとも数学っていうのは本当に演習量が比例します。だからなんとなく1日ね30分だけをやりましたとかじゃなくて、別に本当にこの13時間とかやるんなら、がっつり数学にね、ドハマりしてっていう形でもいいと思いますよ。で逆にコツコツ科目っていうのは、英語がもう一番の例ですよ。英語のリスニング、単語、熟語、まあ、文法に関してもねしっかり例ですけれども、もうそういったものですよ。1日1時間とかねぐらいでいいぐらいしっかりと。コツコツ科目は何々でありますけれども、こちらに関しては、まあ、ルーティーンで行います。まあ、コツコツ科目に関しては英語とか、国語はそこまでね重要しなくていいんですけれども、まあ英語、高1も高2も少なくとも数学、英語っていうのがすごい重要になってきます。特にさっき理科って話しましたけれども、もうぶっちゃけ英語とか数学もある程度、まあ、偏差値60から70からできてるんだったら、別にこの伸びしろ科目に追加して高2だったら数学理科やってもいいと思います。僕の場合はそうでした。数学っていうのは尖ったものは高校1年生の時だったんですけれども、高校2年生の時になって何が起きたかっていうと、国語苦手なんですよ。で英語まあまあぐらい、数学まあ得意、このまま東大を目指すってなった時に、国語を頑張ろうと、英語をまたさらに頑張るっていうよりは、やっぱり理科、物理科学があるわけですよ。そう考えた時に、物理科学っていうのがガッと得意にしたら、たとえ英語がまあまあ国語苦手であっても東大戦えるんじゃないかな、そういう戦略を立てたんです。した時に夏休みは僕は科学と物理とかもちょっと行ってました。先取りをめちゃめちゃしたっていうよりは結構復習ですね、やったんですけれども、そのおかげでこの辺の11月1月とか、なんならねまあ当時センター試験の同一模試ですけれども、科学とかもねそこの同一ぐらいで結構取ってましたよ、うん、点数みたいなところがありましたので、これは自分にね合わせてやってみてください。ただ少なくとも数学っていうのはベースとしてありますよと。本当にこれは例えばね、青チャート、フォーカスボール、基礎問題成功っていうのを1日何ページ決める形でもいいですよ。必ず1週間やったら2、3日ぐらいはね復習するといったペースがありますけれども、ベースはこうなりますよ。じゃあ、高3理系。これは昨日の動画でも話しましたけれども、原則夏休みはこれですよ。圧倒的に数3だと思います。数3をここでしないと、おそらく浪人です。特に医学部とかなんかで目指す人はね、地方の国公立の大学とかであれば、まだまだ全然まあ数3もやってほしいですけれども、40% ってほどじゃなくていい。けれども、ここはまず大事になってきますよと。で、これね、LINE の特別講義7月27日にあったりとか、YouTube の大型企画8月10日にあります。LINE の方は原則アーカイブはね、残してないんですけれども、今回こちらに関しては、ちょっと結構ね、最近知りました、なんなら今日知りましたっていう人もいると思うので、アーカイブが期間限定で見れる形になっています。そこから関東シリーズっていう、本当に現役合格ですね、入試っていう壁を突破するための、まあ、50代を解説したものっていうのをねご案内していますので、よければ見てみてください。数産 40% じゃあ他はって言った時に、ここで理科が来るわけです。大体 40% ぐらいのイメージです。まあ物理科学ですよ。物理科学に関しては先取りってパターンもそうなんですけれども、別に今まで習ったところの重要問題集をしっかりやろうとかセミナーやろうでもいいです。ただここはしっかりやってくださいね。数学、数3と理科が一番浪人生の現役で差はつきますから。でその後 20% ぐらいで英語じゃないですか。で国語とか社会に関しては本当にもう2週間に1回とか1週間にも4時間ぐらいでいいと思います。か共通テストね、もし前にちょっと1日2日使ってガッとやるという形でいいと思います。ただ少なくともこれが非常に大事になってきます。で高3文系はって言うと60、20って書いてますけれども、高3文系は特に夏休みは僕は社会だと思います。社会を、まあ、基礎すらも怪しいなっていう人は、ここでしっかりとやり込んでください。英語に関しては、ここに来ると思います。英語だけを10時間やりましたね。聞かないんですよ。がっつりやったときに2、3時間ぐらいじゃないですか。なので、逆にがっつりやれるのは社会だと思います。なんなら好きになれば勝ちです。だからこそ、英語よりも社会っていうところに中心になって、もう得意にしてください。圧倒的に突き抜けてください。伸びしろはかなります。伸びしろ科目はここですからね。じゃあ、英語、他にっていうと、ここで国語とか来るんじゃないですか。
か。もちろん東大ね受ける人とかも数学とかありますけれども、メインは英語と社会だと思いますよ。なのでこの 60% とか書いてありますけれども、原則1週間の勉強時間と、例えばねここで言うと70時間でするんだったら、そこで割り当て28時間28時間ぐらい形でもいいと思いますよ。なのでやっぱり習慣性に関わってくるんですよ。これが70時間で30時間だったらこの辺もう相当差つきますよね。改めて8月にやるべき勉強戦略と話をしましたが、習慣と戦略です。で明日こちらね13時間勉強の動画出しますので、そして実践編のね動画を案内します。ぜひ楽しみにしてください、はい、そして LINE の特別講義とかね、でも、スーさんだったりとか、あとはこの辺でね高校1年生2年生向けの話もしていきますので、ぜひよければね概要欄から LINE 登録の方お願いします。基本的にね YouTube だけじゃないですから、パスラボットいろんなところに、ね、Zoom 面談も含めてもう活用してみてください。今回は以上になります。この動画が良かったと思う方は高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。今後ねこういうことを出してほしい、こういう動画、知りたいっていう方はぜひともコメントねリクエストください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。